ビットフライヤー創業者。座り込みは抗議ではなく業務妨害、ガネットではない。内容はこちら。ビットフライヤー創業者の座り込み抗議に関する持論が話題のようです。では、加納雄三氏のツイートより内容を見てみましょう。加納雄三、ビットフライヤー。その程度のことなんだと私も思います。座り込んでも直接は何かが変化するわけではなく、それほど大変な思いで信念を貫き通したいというのを権力のある第三者に伝えて、間接的に状況を変える手法だと思います。それがインチキしてると思われると、同情を買うのは難しいのでは？黒。西村博之やビットフライヤー創業者のような資本主義の勝ち組、資本家にとっては、座り込みやデモといった抗議行動は、非効率、非合理的でくだらないものだ、という低所得者に対する侮蔑を含んだ、ブルジョア的価値観が漏れ出てるな。彼らにとって、辺野古や基地問題で苦しむ現地住民は、心底どうでもいいのだ。加納雄三、ビットフライヤー。そんなこと考えていません。合法的な座り込みという手段で、大衆や権力者に訴えかけることができるなら、一つの方法だと思います。しかし、座り込みという表現は、長時間座って抗議してるものだろうと思っていたのが、一日数回座るという事実を知って、共感する気持ちが薄れたということです。抗議する相手は工事車両なんですね。それは私が勘違いしていました。工事車両の運転手は、上司に言われたことをやっているので、権力者でもマスコミでもないです。それは抗議ではなく、業務妨害です。仮に運転手の行動が変化したとしても、それは安全上の配慮でしかありません。運転手は政治的な意図を持って行動しているわけではありません。座り込みによって抗議をするのであれば、大衆や権力者に訴えかけなければならないのではないでしょうか。業務妨害をするのではなく、権力者がいる場所で警察の許可を取って正式にデモ活動をすべきではないでしょうか。加納氏の言う通りです。今の辺野古の状況は業務妨害でしかないと思います。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。至極真っ当な意見。完全論破してるじゃねえか。ぐぬぬ。何も言い返せない。強者側の人にわざわざ弱者側に立って説明されてるやん。これもう反論というより諭されてるレベル。正論すぎて誰も反論できないでしょうね。次はこちら。基地への抗議活動そのものより、この座り込み業務妨害が問題視されてるということを反対派は認めないといけない。道路塞いで通れなくしてるんか。抗議ではなく業務妨害。すごくしっくりきた。どう言い繕うが業務妨害でしかないよな。反対派も言い逃れなどせずに、業務妨害だと認めるべきです。業務妨害なのですから。次はこちら。施設検問してる。そのせいで渋滞が発生し、地元民大激怒。24時間ライブ配信で双方納得じゃねえ。この際沖縄の問題をすべて明るみにし、問題解決へ向け動くべきだと思います。最後はこちら。何があれって、マスコミもぐるなところだよね。政治家よりよっぽど汚いことしてるやん。腐敗しすぎやろ。1秒でも座ったら、24時間座り込みしたことにしてます。くく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 。今後座り込みってのは、時々座ればいいだけの簡単なお仕事で、抗議の行動としては軽いものっていう認識でいいすか？すべてのマスコミは、この問題を大々的に取り上げ、しっかり議論すべきです。結論。ひろゆき氏の座り込み抗議への問題定義を皮切りに、多くの沖縄の問題が露呈されています。今回の加納氏の指摘するように、今の座り込み抗議の形は、座り込み抗議ではなく、業務妨害です。抗議をするのであれば、権力者がいる場所で、警察の許可を取って、正式にデモ活動をする。これに尽きると思います。
ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。